お世話になります。ひとりでございます。ポケモンの世界では基本的には武器を使わず、例えばピカチュウだったら10万ボルトなどのように電撃を放ったり、電光石火のように相手にぶつかって攻撃するのが一般的ですよね。ただ一部のポケモンはそんな一般的な常識を無視して小道具のような武器のようなものを装備し、実際にバトルでも使ってしまうんです。ギルガルドやシュバルゴのようにポケモン自身が武器化しているケースなら理解できますが、体の一部ではなく独立して存在する武器はポケモンバトルの不分率を無視しているようにさえ感じられます。今回はそんな武器を装備しているポケモンたちをご紹介していきたいと思います。ユンゲラー、フーディン。これは武器というより道具ですが、ユンゲラー、フーディンはスプーンを持っています。ちなみにユンゲラーは1本で、フーディンは2本持っていて、メガフーディンは5本宙に浮かせた状態で持っています。ただこのスプーンをちゃんと使うのはスプーン曲げという相手の命中率を1段階下げる時くらいで、それ以外はほぼ飾りでほとんど使用用途がないと言っていいでしょう。なのにバトル中も常にスプーンを持っているという、多分持ってるのはモチベアップのためでしょうね。ちなみに図鑑説明では、持っているスプーンはフーディンが超能力で生み出したもの、世界に1本だけのオリジナルということらしいです。1本だけのオリジナルってフーディン2本持ってるんですけどね。まあそれぞれ1本ずつ世界に1本だけということなんでしょうけど、紛らわしいで1本だけのオリジナルなのに、別の図鑑説明には、心から信頼した相手にはスプーンを譲る、このスプーンで食べると何でも美味しいらしいとのことで、いやあげちゃうんかいって話ですよね。というかこんな説明があるということは、すでにスプーンを譲っているケースがあるからでしょうから、世界に1本だけのオリジナルのスプーンがそれなりの数存在しているということになりますね。何でも美味しく食べられるらしいので、好き嫌いが多い私にも分け与えてほしいものです。カモネギ、ネギがないと。これも武器というよりはネギです。まだネギがないとは、ちゃんと剣と盾のように武器化したネギで体との一体感があるっちゃあるので理解できなくはないですが、カモネギにおいてはガラルも非ガラルも完璧にネギです。完璧に体の一部ではないのにしっかり打撃を与えるタイプの武器ですから、ずるいだろと現代なら炎上間違いなしでしょう。ちなみにポケモンの世界においてはこのネギは茎と表現されていて、歴代の図鑑説明にはほとんどこの茎の説明しかされていません。初代では自分の巣を作るための植物の茎を1本いつも持って歩いている。いやこれで巣作るの逆に器用だね。クリスタルでは数の減ったカモネギを守るため茎を育て増やそうとする人が現れてきた。いや設定が生々しい。ソードでは羽で持つ茎を刀のように操り敵を切り捨てる、いざという時は餌にする、食べちゃうんだねと図鑑説明が面白いのばかりです。やっぱりちゃんとこのネギは外部から仕入れたものということで、これってありなんですね。なおカモネギはネギをすでに持っているのに長ネギというアイテムもあります。いや初めから持ってんだからアイテムで導入する必要なくねと思ったのは私だけではないでしょう。カラカラガラガラ、こいつも明らかに骨を持っていますよね。ここまでのやつと比べたら体の一部っぽくてずるくない気もしますが、ガラガラのアローラの姿の図鑑説明が特にヤバいんです。手にした骨は母の骨、死してなおこう思う、母の無念は炎となってガラガラを守ると。悲しすぎる武器ですが、武器は武器です。本当にお母さんのことを思うならな、自分自身だけで戦えよスガラガ。皆さんそう思うかもしれませんが、こいつには悲しい過去があるので許してあげましょう。っていうかカラカラガラガラはみんな同じ格好で、頭にかぶっている骨も手に持っている骨も母の骨ですから、多分親は子供を産んだら必ず死んでしまうってことですかね。そうじゃないと辻褄が合わないんですよね。でもゲームでは子供を産んでも普通に生きているような。おっとこれ以上突っ込むのはやめておきましょう。スリーパー、スリーパーは振り子的なものを持っています。ただこれはフーディンとかと違って持っている意味のある道具というのがちょっとずるい気がします。しかも催眠術とかをするための振り子ですから、いや道具を使わないでやってるポケモンいるんですからね。差別反対。しかも図鑑説明で初代では振り子のようなものを持ち歩く、子供に催眠術をかけてどこかへ連れ去る事件があった。いや誰よりも悪タイプじゃん。ですが意外な一面もあり、ウルトラサンではアローラに暮らすスリーパーのターゲットは主にネッコアラ、一
人はあまり被害に遭わない。平和すぎる世界だね。ウルトラムーンでは夜に眠れない人のために病院でお医者さんの手伝いをするスリーパーもいる。医療従事者様、お疲れ様。メガヤミラミ、一見するといやこれはいかんでしょう。だって体よりでかいじゃん。しかも完全に体から独立した宝石だし最高にずるいでしょと大思いではないですか。ただメガヤミラミの宝石の正体は進化する前の体の胸にある宝石が巨大化したものなんですよね。実際図鑑説明でもメガ進化のエネルギーを浴びた胸の宝石は膨張し皮膚を引き裂いて飛び出したと、ちょっとポケモンにしては珍しい黒い表現ですが、他のポケモンとは違って外部からのものではなく、この宝石も自分自身であるので卑怯ではないんです。ただ実際のバトルを考えると図鑑説明である通り巨大な宝石は重いのでとっさの方向転換は苦手、後ろからの攻撃が弱点とのことで、ガードはできるものの動きにくいのでむしろ邪魔になりやすいというね。てか後ろからの攻撃弱点って言うけど宝石を軸に逆側に回ればいいだけでは。まあそれはいいとして、メガヤミラミはメガ進化という短い間の進化であり、外部から調達した感もありませんし、武器を装備しているポケモンの中でもポケモンのルールを逸脱しない素晴らしいポケモンと言えるでしょう。ロッコラドテッコツローブシン、こいつらについては道具とかではなく資材的なもので、つまりその辺にあるものを持ち出して武器として使っているんです。これまた他のポケモンと一線を画してルール違反なのではないでしょうか。実際ドッコラの図鑑説明ではいつも角材を抱えている建築現場に現れて工事を手伝うポケモンということで、建築現場にある角材を持ち出してるってことでしょうね。ってことは完全にポケモンの体の一部じゃないってことだし、なのに他のトレーナーたちはこの武器を許してくれてますからね。それはすごいですよね。っていうか建築現場に現れてってポケモンの本能的にそうしてしまうってことなんですかね。いやーポケモンのこういうねシュールでファンタジックな設定って本当に面白くて素晴らしいですよね。大好きだわ。なおローブシンについては杖代わりのコンクリートの柱を筋力を使わず自在に振り回す技を持つということで、あれ杖の要素もあるから立つための補助だからという意味で許されているのかもですね。そして他にも本気になるとコンクリートの柱を捨て去り拳一つで相手にめがけ飛びかかる。いや柱邪魔だったんかいと、このように武器を持っててもいいだろうと言えるような要素がなくはないので、まあ持たせてあげましょう。ここでメンバー外になったポケモンも見ておきましょう。ドダイマックスダストナス、身につけてるのは捨てられたおもちゃらしく、ピッピ人形、ゼンマイ式の船、レゴみたいなビルなどなどがあります。まあ、武器というよりは防具ですが、選出しようと初めは思っていました。ただ図鑑説明を見てみると、巨大マックスのパワーによって濃くなった毒ガスが捨てられたおもちゃの形に固まったとのことで、つまり見た目はおもちゃですが正体は毒ガスなんです。おもちゃっぽいのは完全に体の一部であり独立して存在もしていないので選出外となりました。クレフィ、こいつも普通の鍵を身につけていてカモネギ的な存在のため選出しようと思ったのですが、結構その鍵が体の一部化しているんですよね。図鑑説明を見ると、鍵を集める習性がある、穏やかな性格だが民家に忍び込み鍵を盗んでいくとあり、体の一部というよりは人の鍵みたいなんですが、輪に新しく鍵を継ぎ足すのもどうやるのかよくわかんないし、何とも言えない感じなので選出外としました。いやてか民家に忍び込んで鍵を盗むのが習性ってド変態じゃん。フーパ、こいつは公式絵では一見リングを持ってつけていてそれを使って戦うみたいに見えますが、どうやらポケモンの体の一部的な感じみたいですよね。図鑑説明では、空間を歪めるリングであらゆるものを離れた場所へ飛ばしてしまうトラブルメーカーとあり、基本の技がこれがないと成り立たないような技なので、おそらくあのリングも備え付けのものでしょう。ゆえに選出外です。投げつけ猿、こいつに関しては頭にかぶっているのがこのボールみたいのに似てるから一見体の一部的なものなのかと思いますよね。ただ図鑑説明では、木の実は武器であり主食、群れの中で一番遠くまで木の実を投げられるものがボスだ、もはや武器と言い切っちゃってるんですが、まあでもこれが木の実なら普通のポケモンもバトルでは木の実を持つことができるはずですから、これどうすればいいんだとなったので選出外です。バリコー
おる。こいつも杖みたいなものを持っていますが、図鑑説明を見ると、タップダンスの達人、氷でできたステッキを振り軽やかなステップを披露するとあり、氷なので自分で作っているっぽい気がするんですよね。ユンゲラもスプーンは自分で作っているとのことで、生成時に技を使っているのかもしれませんが、完全に完成して技とは切り離されたものとして存在しているんです。ただバリコールの場合はおそらく自分が出した技の氷をそのまま杖として使っているでしょうから、多分技自体と言えるので武器ですが体の一部的なんですよね。なので選出外としました。ザシアン、こいつは完全に独立した武器を持っていますが、持ち物で口だけを持たせていますからね。持ち物を含めると今回のテーマがわけわからなくなるので選出外としました。てかザマセンターはちゃんと盾と一体化したのにザシアンは加えるだけっていうね、かわいそう。はい、それでは本編へ戻りましょう。テールナ魔法騎士、これはシンプルに木の枝ですね。特に魔法騎士はエスパータイプもあるので明らかに魔法の杖的なものを意識されたものだとは思います。ハリーポッターのダイアゴン横丁みたいなところで買ったんですかね。いや、せめて自分で生成しようぜ。で、図鑑説明にはこのような記述があります。木の枝を尻尾に刺している、尻尾の毛の摩擦熱で枝に火をつけて戦う。なのでやっぱり普通の木の枝をどっかから持ってきて使ってるってことですね。てかこの木の枝、それで魔法を出すんじゃなくて摩擦で火をつけて戦うというね、弱そう。まあこの用途ならたとえ外から持ってきたものでも許してあげようぜ。根っこわら、こいつもドッコラー的で木を持っていますね。ただ根っこわらの場合はそれを武器的に使うというよりは抱くためのだけのもので、バトルでずるいとは言われないでしょう。なおこの木がどういうものか図鑑説明で、抱いた木は生まれた時親から与えられたもの、よく懐けばトレーナーの腕にもしがみつくと明言されていて、やはりこの木は体の一部じゃないんですよね。しかも親から与えられたもので代々受け継いできたか分かりませんが、そんな大事なものをバトルで使うには、いやちょっとそれ持ってたらさ本気でお前のこと殴れねえよと、木だけに相手に気を使わせるという意味でずるいですね。猿ノリバチンキーゴリラなんだ。猿ノリバチンキーはその名の通りバチを持っているんです。あれ持ってないじゃんと思いかもしれませんが、その通り公式絵では持っていないんですよね。ただゲーム内ではちゃんとバチを手に持っています。ただそのバチは元はヘアピン的な感じで頭につけていて、一見体の一部かとも思われますが、公式サイトにて、サルノリが持つスティックはサルノリの群れが暮らす森に生えている木の枝が独自の変化を遂げたものだと表記されていて、外から持ってきたものなんですよね。あとバチじゃなくてスティックと表現するとこもなかなか興味深いですね。ただこのバチリーチが短すぎて相手に当たんのかと思ったりしますけどね。でゴリラアンダーも同様に、公式ではバチを持っていないのに対戦時にはバチだけでなくドラムまで出すんですよね。いやこれにおいてはお前道具使うなんてずるいぞというより、お前ドラム持ってきてここで何してんのとなるでしょうけどね。私は改めて考えたら、このドラムは対戦しているステージから木々を繰り出しそこから生成しているのかと思いましたが、公式サイトによるとそのドラムの名前はキリカブドラムという名前で、切る作業まであるのでおそらく常に持っているものでしょう。公式はシンプルゴリラなのになんで物に頼ってしまうんだ。で巨大マックスにおいては私は初めて気づきましたが、この切り株ドラムと一体化して巨大化するという、いやこれは完全に反則。冷静に見たらグロいし、多分剣盾出る前にこの画像が出回ってたら絶対嘘だと思われてたでしょうねっていう見た目ですよね。そして地味にスティックも4本に増えてるし、試合中に増えるわけですから、ポッケにでも隠していたのですかね。相手のトレーナーは絶対こう言うでしょうね。ちょ待てよ。ということで今回は武器を装備しているポケモンをご紹介させていただきましたが、皆さんは彼らの武器を規制すべきだと思いますか？でももしこれが許されるのだったら、いずれドリアンを持ってたり DJ の機材を持ってたりサトシを持ってたりするポケモンが現れるかもしれないですね。私みたいな猿の理解では追いつけませんわ。Don't